スタンダードスチールサルーンボディのマーク6マーク6はベントレーが1946年から1952年に製造した乗用自動車である。ロールスロイスはベントレーを吸収した後、ベントレーを小型ロールスに区分スポーツカー的な要素を加えたモデルをオーナードライバー向けとして販売するブランドと位置づけるようになり、この方針は第二次世界大戦後も踏襲された。 このモデルは実際にはロールスロイスシルバードーンよりも1年早く発売されたもののシルバードーンのベントレーバンでホイールベースが120インに短縮されキャブレターがツイン SU にチューンされている発表時すでにスタンダードスチールボディが用意されすなわち原則車種で販売してきたロールスロイスが初めてボディまで自生したモデルとなった 当初内径ファイ3.5インイコール約 88.9mm、工程4.5インイコール約 114.3mm の直列6気筒で排気量 4257cc のエンジンを搭載して発売され、1951年、ロールスロイスと同様に内径ファイ 92mm とし 4566cc に拡大された。 1952年シルバードーンが名称を変えないマイナーチェンジを受けたがマーク6は R タイプへモデルチェンジの扱いとなった。ありがとうございます。